韓国の新しい駐日大使が日本に到着し、大使として両国の国民の心を伝える努力をしたいと意欲を見せました。日本国民들의마음을저희한국국민들한테전하고또한국국민들의마음을일본에전하는그런노력을우선하고싶습니다。また、イ新大使は首脳会談の開催に前提条件はあるのかという質問に、会談のための会談になってはいけない。日本が歴史を直視して両国が信頼を築ければクリアできるだろうという見方を示しました。大使は外交官出身でパククネ大統領の側近の一人です。過去に慶応大学に准教授として滞在した経験もあります。